中学理科、生物分野、一問一答聞き流し、チャンネル登録よろしくお願いします。問題1、肺の中には、があり、そこで酸素と二酸化炭素の交換が行われる。答え。問題2、赤血球は赤い色素の、を含み、酸素を運ぶ役割がある。答え。問題3、血液の成分は、赤血球、白血球、血小板。答え。問題4、血小は、栄養分、不要物、などを運ぶ。答え。問題5、血液は、がポンプの役割をして、全身に運ぶ。答え。問題6、心臓の上の部屋は、といい、血液が入ってくる。答え。問題8、動脈のうち、心臓から肺に流れる血管を、という。答え。問題9、動脈のうち、心臓から全身に流れる血管を、という。答え。問題10、静脈のうち、肺から心臓に戻ってくる血管を、という。答え。問題11、血液循環のうち、心臓から肺を循環して心臓に戻る循環を、という。答え。問題12、血液循環のうち、心臓から肺以外の全身を循環して、心臓に戻る循環を、という。答え。問題13、血管から染み出た血小を、という。答え。問題14、組織液は、細胞に、を渡し、二酸化炭素と不要物を回収する。答え。問題15、尿素は、デコシ取られて、尿として排出される。答え。問題16、尿素は、を通って、膀胱に貯められる。答え。問題17、目、耳などの様々な刺激を受け取る、と呼ばれるものがある。答え。問題18、耳では、音の振動は、に伝わる。答え。問題19、鼓膜の振動が耳小骨で拡大され、に刺激として伝わる。答え。問題20、目からの光は、に像を映し、視神経を通って伝えられる。答え。問題21、神経は、脳と脊髄からなる、がある。答え。問題22、末梢神経は、感覚神経と、からなる。答え。問題23、意識して行う反応、は、による反応である。答え。問題24、意識とは無関係に起こる反応を、という。答え。問題25、反射は、で、反応している。答え。今回は以上になります。何度も何度も見直して復習しましょう。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。